はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう、スクスト2というわけで、スクールガールストライカーズ2の実況をしていきたいと思います。深夜勤務手当的なものはないです。でですね、今日はやることがいっぱいあるんですけど、2パートに分けたいと思います。とりあえずお知らせチェックかな。相当やることがある。いや、素晴らしい、いいことなんですよね。とてもいいこと。背景変わります。おー、さとかちゃんの写真も立てられて。で、お知らせ見ます。メモ書き評価ダブルミッションが来ました。これは先月とかにも来てたやつかな。あ、そっかこれやった方が良かったのか。あ、でも今日さっき変わったばっかか。6月29日からか。はいはい、じゃあよかった。オブリタワーとかやってたからね。とりあえず、強化ポイントとか、ゲント使えるが稼げるよってやつですね。はい。で、これなんですけど、これ。来ました、これ。これですよ、これ。これやらなきゃ、やらなきゃダメだよね。これを待っていた。さとかちゃん。これ見ないとね。これをまず、分回す。回すってほどないけどね、ステラポイント。んで、とりあえず更新が来たよってやつですね。で、コス7月のコスイベントの話と、ゆいちゃんの、あ、究極イブだって。で、メンティアで第3話、これもやりたいんですよ。でもこれはちょっと次回かな。で、チビキャラにバージョンキラルが追加。おーさとかちゃんやる気なみたいな感じですね。今回カレーパンもないんだね。なるほど。なんかちょっとキャラクターが違うんかな。なんかキラルのキャラクターは今とちょっと違う印象を受けるよね。みんな。若干。で、そのちょっとね、声がガラガラなのは、なんか多分ね、風邪なんでしょうね。体調が良くなくてね。はい。で、あとさっきちょっとね、久しぶりに配信とかね、YouTube の方で久しぶりに YouTube ライブとかやったりとかしたんで、若干声が枯れてます。見てないお知らせ。ああ、まだ行った。お知らせです。で、メインストーリー第3話ですね。まあ、前回のね、結果とかも気になるし、投票もしたいんで、早いとこ、挑んでいきたいですね。はい。この後多分続けて撮ることになると思います。7月2日から謎解き初中見舞いというわけで、8日間の配達研修。お前に前はがきを集めて郵便屋さんコスメをかけてしましょう。舌が回らない。全然喋れませんけどね。連携があれば何だなきゃ。ということで。ターニャさんのブログを返信。まあ例によってね。わー。お見舞いはがきを持つ不在オブリ。カモメオブリと不在オブリいます。というわけで。これはね、7月からなんで。で、オブリタワーに19階が追加ですと、なんとなんと。じゃあ、ルーキーの19階もクリアしないとね。これ一回戻った方がいいな、どうしようね。駅伝ユニフォームか。駅伝ユニフォームって私どうだったかな。まあ、とりあえず称号欲しいから、とりあえずやりますけどね。まあ、なんで私が特に、あれなんでね、過去のやつが持ってないから、ある意味ありがたいんだけど、私が逆にあれかな、やり始めたとこのやつとかは全部持ってそうな気がするけどね。まあそれはそれでってことで、まあ称号を取りに行く感じかな。ほんで、これは見たやつ、これも見たやつ、こちらが月替わり、あ、復刻コス吹雪が変わってた。まあ吹雪はもうね、さとかちゃんコンプする気満々なんで、それまではもうキープしようかなということにしました。95集めることにしました。まあ、一キャラずつ攻略していこうかなと思います。すいません、なんかもう喉が重い。で、おっと、さとかちゃんが一番星ですね。今月はこの3人というわけで、あまねちゃんと、さとかちゃんと、ゆうみちゃんは。なるほどね。この3名を頑張って、鍛えていきましょう。どうでもあった。あんまあるのでちょっと見せません。これちょっと次回でいいですか。いやー、次回か、本当に次回か。ちょっと今日ね、レアガチャ100連の予定だったんですよ、本当は。
待って、これにあとこれ、これ3回回しますから私。うん、まあ一発で引いたら終わりなんだけどね。で、今回のピックアップが、あー、この3名か。ワンちゃんね、マナちゃんとかでもいいっちゃいいな。どうしよっかな。あ、これでも、そうか、これ、イフかどうかっていうのあれだっけ。わかんねえんだよな。イフメモかかどうかわかんないっていう、この私の知識のさ、手探りの弱さね。あれでも、ロッティの時ってどうだったんだっけ。でもロッティもさ、あ、待って、ロッティって、あれ？でも私って ロッティを選んだ、あ、違う、何言ってた、ロッティはあれだ。なんでもないです。そっか。ロッティはレア型で引いたんだもん。で、さとかちゃんがあれだよね。そう、今日スクラッチもやりたいんですよ。ちょっとね、もうなんだろ、3パートに分ける？そんなレベルです。今日スクラッチとレアガチャ回すんで、で、次回これ。で、さらに、その後に、あれ？あれやる？だから、あれ、なんていうの？イベントプレイバックは、って声すごい。声ガラガラ。で、これを見る、さとかちゃんのやつ見るのは、次回にしよっか。ガチャ回すときに見よっか。うん。で、これ見よう。今回フレンド周りで何点か周辺変更がありましたのでお伝えします。そう、これが変わりましたよね、ちょっとね。やってて、おっと思ってますよ。これ、観客戦闘ね。これすごい便利ですね。うん。はい。自動的にランダムでフレンドのさ、まあ、今まではね、上からっていうか自分が選んだ順番とかだったんですよね。うん。確かにこれです。あー、なるほど。レイドオブリ戦とかボスオブリ戦には出ないと。はいはいはい。ならいいかな。レイドオブリ戦は一応選ぶからね、結構。うん。お、マジでこれはすごい嬉しい。24時間から6時間。これ、レイドというか協力戦もそうだったらすげえありがたいね。うん。私、やっぱり皆さんにオンブレダップなんで、これはめっちゃありがたいです。で、ガチャポイント。あー、ガチャポイントね。はいはいはい。これはすごいでかい。今日は協力戦ができるのはすごい。これはほんとでかい。ガチャポイントか。ああ、でもまあまあ、これはこれでノーマルガチャをいっぱい回せますからね。おー、これはすごい。ああ、はい。都合というものがあった。ああ、でもこれはね、めっちゃ嬉しいわ。グッドです。素晴らしいですね。ってわけで、いきますか。どっちからいけ？レアガチャかな。新しいメモか。106連というわけで。お、とりあえずまあスーパーレアでなんだかね。お、これは素晴らしい。ネームレスネビア。究極ユフですもんね。素晴らしいじゃないか。でもやっぱりこれ多分高速モードの方がいいよね。演出はね、見たいんだよね、ゆっくり実は。あー、弱いっすね。スキップでもいいけど、VHSR とかもあるから、ね、いや、今回 EXR とかさ、UR とか、お、まあ、スーパーレアとかしてるな。ないね、究極とか究極よく引いてもらっても全然いいんですよ。あ、でもスーパーレアよく引く。見たことある。お、よく出る。あ、スペニングダンサーどっちだっけ。あ、違う、究極じゃない方だね。スーパーレアよく出るな。てか、すみません、声がひどい。スーパーレアすごい出る。出やすくなったスーパーレア、もしかして。見たことある。あ、うん。アルミ級
する曲かなんかだなって。もう結構どれが消えてるか覚えてないな。お、めっちゃ上がった。あ、なんかスーパーレアの確率めっちゃ上がってない？お、お、まあ本当なんだよね。でも究極とか持ってないとこが欲しいんですよね。まだまだ。あ、ついに無縁室。まだまだ。お、究極来たー。レイジングペティク、こういうの待ってたよ。なんちゃん、まだまだスーパーレア出てね。いやー、でもやっぱ UR とかエクレアは出ないっすかね、なかなかね。なるほどね。ちなみに見てみようか。ああ、普通の究極か。まあまあ、それでもでかいっすけどね。確かにこのウサギさんのが収束したのでかいのでね。はい、というわけで。じゃあ、あとスクラッチ。いくよ。いろんなガチャがあるですね。3回です。今回は3回だけなんでね。いくよ。まず7出そう。終わってる。何が一冊これ。あ、でもわかんない。そうか。逆にか。これで、ね、だって2等だったら UR 確定ガチャだけんだよ。あ、はい。あ、そう、レアガチャにまだもらえない忘れてた。あっつ、あっつね。あーだったね。ですよね。ラスト。今ではレアガチャ券もらえんだから先に買っちゃうと思ってます。あおっ、あ、まだわからんよ。リーチ、ダブルリーチ。 UR 確定ガチャ券か EXR 確定ガチャ補助券。あ、違う、嘘ついた。UR 確定ガチャ、もう喋れない。UR 確定ガチャ券か、UR 確定ガチャ補助券。ドイヒーだな。ちょっとひどかったね。めっちゃなんかひどかった。100球だな。何も出ず。はい、お疲れ様でした。まあ、しょうがないね。買い物ですね。とりあえずこれが取れる。まあ、取るよね。取るよね。これで2個 UR 取れるんだよな。まあ、取っちゃおうかな、1枚はね。スクラッチでこれを取るべきだよね。
で8になるのか。あと6。エクレアまでの道は遠い。着実に歩を進めている。よし、じゃあ一回ここで終わりますか。次回はさとかちゃん行っちゃいますか。お疲れ様でした。バイバイです。